マコとしずくじゃ身長違うんだからよ。右手のひらはここ、ブラヒモに手を添えるんだよ。ブラヒモ？あれ？すいません、私ブラしてなくて。ちょっとーだー！あれ？あれ？なぜだ？前より下手になってるぞ。どう構築すればああなる。だってあいつ物覚え悪いんでさ。もう変わってくれ。うわあ、ラテンは俺だろ。ないない、スタンダードはどうよ。岩隈さんって2位のイメージなんだよな。やっぱ兵道が持ってくんじゃねえの。兵道くん。うわあ、兵道、二冠を取れ、俺のために。そしてしずく、エロいラテンで審査員の心をわしづかみにしてこい。むちゃくちゃ言わないでよ。わあ、喜べ、巨乳の先生だ。こっちのハーゲが神保友近。ひょっとして兵道くん。この不注意め、どうして僕が怒られるんですか。うわあ、いや、あの花岡さん、これは、なんで使用中の方に入ってくるのよ。うわあ、なお、タタラが覚えるまで兵道には永久に踊り続けてもらう。うわあ、くび怖い。覚えたふりしよう。うわあ、兵道くんから君を託された。俺と踊ろうぜ。誰だ今の。うわあ、俺が相手してやろうか。いやーよ、戦国さん変なとこ触るもん。失礼。うわあ、ヶ月の競技会出場停止処分とする。だってやっぱり替え玉バレてたんじゃねえか。意外と重かったな、替え玉。笑うな、あんたのせいじゃんよ。どこぞの馬の骨と踊ったがために6ヶ月の出場停止か。僕のせいで兵道くんが。うわあ、